国内ツアー、リシャール・ミルヨネックス・レディス。雨の影響で36ホールに短縮された女子ゴルフの国内ツアー、リシャール・ミルヨネックス・レディスは3日、第1ラウンドが静岡、朝霧ジャンボリー GC、6687ヤード、パー72で行われたが、濃霧の影響で午後5時19分にサスペンデッドとなった。16ホールを終えた木下彩、調布製作所が5バーディー、2ボギーの3アンダーで暫定6位。5月29日の全米女子オープン日本地区予選で3位に入り、本大会の出場権を獲得しているが、奇跡的です、とコメント、先週からちょっと調子は上がってた、と手応えも明かした。各地で記録的な大雨が降り、今大会も36ホールに短縮された。木下彩は出だし10番でボギーを叩くも、12番パー5、13番パー4と連続バーディー。14番パー3でボギーを叩くが、15番からは3連続バーディーを奪った。16番パー4では6メートルのパットを沈めている。後半8番のティーショットを打つ前にサスペンデッドが決定、8番にたどり着いてすぐ見えなくなった、と霧の状況についてコメントした。全米女子オープン日本地区予選は7アンダーで3位。奇跡です、と謙遜しつつ、ちょっと、アイアンが良くなってきた。もともと、バーディーもボギーもめっちゃある、みたいなゴルフ。それができるようになってきた、と明かした。同じ1998年度生まれの渋野日向子と仲が良く、次週の宮里藍サントリーレディスには共に出場予定。連絡は普通に取ってるんですけど、渋野日向子が、いつも忙しいんで、こっちは一歩引いてます、と気を使っている様子。全米女子オープン出場に際して、渋野日向子からは、アメリカ来るの、と連絡が来たそうで、行っちゃうよ、と返答した。4日は8番パー3からの再開、ショートホールからって嫌ですよね。頑張ります、と控えめに意気込んだ。渋子に、木下彩、ビリからの逆転役満、好調キープで最終ラウンドへ、女子ゴルフ。3日女子ゴルフリシャール・ミルヨネックス・レディス第1日、静岡県富士宮市、朝霧ジャンボリー GC。大雨の影響で正午スタートとなったが、濃霧のため35組104人がホールアウトできずにサスペンデッド、競技順延となった。4日は第1ラウンドを再開して予選カットと組み替えの後、最終ラウンドに突入する。渋野日向子のそっくりさんで同級生、仲良しの木下彩、調布製作所が16ホールを終えて5バーディー、2ボギーと好調だ。5月29日に36ホール競技の全米女子オープン日本予選は3位通過。それでも、それまで7週連続予選落ちですから。奇跡ですよ、麻雀で言えばビリからの逆転役満、ってぐらい、とおどけてみせた。とはいえ、先週から調子は上がっていたそうで、アイアンを水の射精に変えて、ショットが良くなった、とか。暫定リランキングは40位。こちらも大逆転したいところだ。渋野日向子に、木下彩、初 VA 暫定4打差2度目のビリからの役満、狙う。渋野日向子にで、同じ98年度生まれの黄金世代の木下彩、24イコール調布製作所がインスタートの7番を終えた時点で、濃霧のためサスペンデッドとなったが、3アンダーの暫定6位につけた。0年度生まれのミレニアム世代の阿部未悠が暫定首位。コンディション不良でスタートが遅れ、3人がホールアウトし、105人が終えられなかった。決勝ラウンド R は9ホールだけ行う27ホールの短縮競技に変更。決勝 R でプレーする選手を最低30位タイに絞るセカンドカットを実施する。賞金配分は 75%、メルセデスランクのポイント配分に変更はない。木下彩は2ホール未消化で暫定首位に4打差6位と好位置につけた。前週からピンから水野に変えたアイアンに良くなってきたと手応えを口にした。山口県出身で岡山県出身の渋野日向子とは顔や雰囲気だけでなく方言やざっくばらんな話し方も似ている。
5月29日に行われた全米女子オープン日本地区予選を3位で突破。全米女子オープン切符を獲得後、仲良しの渋野日向子から、米国来るの、と連絡があり、行っちゃうよ、と返したという。麻雀好きだけに、ビリからのダブル役満、と笑いを取りながらメジャー初出場を改めて喜んだ。2月に生まれて初めてパスポートを申請した、オフに海外に行きたいと思ったのと、全米女子オープンに行ったらどうする、って母親と喋ってて。まだパスポートを取りに行っておらず、収入印紙がまだ財布の中にあって。やばいな、早く行かないと、と嬉しい悩みも明かした。直近の7戦連続で予選落ち、7周落ちてますからね。そうっすね、2着ぐらい、頑張ります。暫定6位からの短期決戦。再び奇跡のビリからの役満となるツアー初 V を目指す。米切符獲得はビリからのダブル役満、木下彩は好調維持、8戦ぶりの決勝 R へ。今週月曜日に海外メジャー全米女子オープン、日本最終予選会を突破した勢いは止まらない。木下彩は16ホールを消化できた第1ラウンドを5バーディ2ボギーで回ると、再開後には2ホールをパーで切り抜けて69をマーク。首位と3打差の3アンダー、17位タイで決勝ラウンドに進出し、2アンダー26位タイまでのセカンドカットも突破した。第1ラウンドを裏街道からスタートすると、ボギー発進ながらも12番、13番と連続バーディ。14番で落としたが、15番からはショットとパットを噛み合わせて3連続バーディを奪った。後半はパーを並べ続け、7番を終えたところで見えなくなったドノームによりサスペンデッドとなっていた。最終日の再開は8番パー3から、ショートホールからって嫌ですよね、と話していたが、パーで切り抜けるとアウト9ホールはスコアカード通りの数字を並べた、もともとバーディもボギーもめっちゃあるみたいなゴルフだったので、それができるようになってきた。今季の平均バーディ数は 2.2593 と低迷していたが、5つのバーディを奪い、連続予選落ちは7でストップした。クラブをドライバーからアイアンまで一新させるなど、先週から調子が上がってきた。そして興味本位で臨んだ1日36ホールの長丁場で獲得した奇跡のアメリカ切符。大好きな麻雀に例えるとビリからのダブル役満。にやりと笑う。1998年度生まれの黄金世代で山口県生まれ。岡山出身の渋野日向子とはジュニア時代からの親友で、渋野日向子、あやたんと呼び合う中、予選会突破後には、渋野日向子からアメリカ来るのと連絡が来た、行っちゃうよと返信したというが、このテンポのいいやり取りからも、あやたん節の絶句調ぶりが垣間見える。競技は36ホールから27ホールにまで短縮し、超短期決戦となった。サスペンデッドとなった2日目終了後には7週連続落ちてますからね。役満まではいいけど2着くらいで、と控えめな意気込みだったが、9ホールを残して首位との差は3打、まくって1着での上がりも見えてきた。